こんにちは。メッセージの方ありがとうございます。いやー、このね、連絡ね、何件もいただいたんですけども、改めて一般公開動画で返信させていただきます。私の YouTube チャンネルなんですけども、実はですね、今月の12日、だから4日ほど前に、いきなり朝ね、 YouTube から連絡が来まして、1週間の利用制限をさせていただきますということだったんですよ。ですんで、1週間動画のアップロードとライブ放送ができないというね、措置になっております。原因は、過去に私がね、トランプ大統領の発言を動画にまとめたことがあったんですよ。で、それがこれだったっていうことなんですよね。で、どんな内容だったかっていうと、トランプ大統領がツイッターで発信したことがあまりにも過激だったんで、その発信がツイッター社によって削除されたんですよね。で、その削除された内容を私が YouTube で公開したのが、どうもね、ダメですよに当たったらしくって、それが今になってね、もう何ヶ月も前のことなのに、今になって YouTube によってちょっとこれは動画削除させてもらった上に、ペナルティをつけて1週間こういった禁止措置を取りますよと、制限措置を取りますよってことだったんで、今度ね、動画の再アップロードが6月20日しかできないんですよ。ですんで、私別のアカウントでね、別のアカウントで活動は同じペースで続けております。ですんで、動画の更新があれいつもないなと思ったら、今サブチャンネルでやってますんで、1週間だけですけどね、サブチャンネルの方を下の概要欄につけておきますので、ご覧いただければと思います。元気に活動しておりますどうもご心配をおかけしてすいません。もうちょっとしたらね、本来のチャンネルに戻りますので、その時にはこの1週間の停止措置の間にサブチャンネルで上げた動画を全部放り込みますんでね、だから500本ぐらい1日のうちに更新がドラーッとね、スパムのように並びますんで、びっくりされないでくださいね。それでは、連絡ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。